写真拡大。今週ドラフト候補では大学生投手が豊作という声が上がる。中でも左腕の壮大綾川隆久投手、4年木更津総合の存在感は大きい。高校時代からドラフト上位候補の評価、プロ志望届を出していれば指名は確実だったが、大学進学の道を選んだ。4年が経ち、再びドラフトイヤーを迎えた逸材は着実に成長を遂げている。ポテンシャルは誰もが認めるところだ。早川は高3の春夏に2期連続で甲子園発狂、侍ジャパン高校代表にも選出された。同メンバーの投手陣では自身以外、今井達也、現西武、藤島健人、現中平7人が高卒でプロ入り。その黄金世代の中でも存在感を放った左腕は大学でレベルアップする道を選択した。昨年までの大学3年間で直球の最速は140キロ台から151キロまでアップした。チームのエースとなった19年は東京6大学リーグ戦以外に侍ジャパン大学代表として日米大学野球選手権では防御率 0.00、 最優秀投手賞に輝き、1年間通して投げ切れたのは自信になったと胸を張る。進学の決断が間違っていなかったと結論付けるためにも、大学ラストイヤーは進化が問われる1年だ。小宮山悟監督、54や斎藤佑樹、現日本ハム、小島和也、現ロッテらが担ってきた投手主将に就任。大黒柱として勝ちにこだわると言い切った。ここまでリーグ戦では44試合の登板でわずか7勝止まり。勝てる投手へと変貌すべく、生かすのは大学ジャパンでの経験だ。海野隆、現ソフトバンク、佐藤津也、現ロッテ、郡司裕也、現中平、プロへ進んだ捕手と組んだことで、配球パターンを知れたと投球の幅を広げている。3月22日の巨人2軍戦では、NPB 8球団から視察を受けた。先発して5回4失点。結果を出せなかったが、あれだけいいバッター。これでも2軍なのかと、すごいモチベーションが高くなりましたと糧にした。名実ともに大学ナンバーワン投手へ。阪神平塚スカウトが、ものはいい、もっと活躍してもいいのかなと口にするのは期待値が高いからこそ。1週間前から食事も気にすると、登板までに数多くのルーティンをこなす左腕は、勝つための投球を確立させる